川内さんがランニングに対してこうどんな思いを持って接してらっしゃるのか。カメランですけど。いやー、はい、カメランって言うんですね。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回はですね、あのプロランナー川内ゆきさんにお越しいただいております。川内さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。歴史あるボストンマラソンの優勝ですとか、最近ですとあの2時間20分切り、フルマラソン2時間20分切りを100回達成されて世界記録を樹立されたりとか、はい、輝かしい実績を上げれば本当にキリがないんですけれども、今日はですね、一人の、ランナーとして川内さんがランニングに対してこうどんな思いを持って接してらっしゃるのかっていうような話をちょっと中心に聞いていきたいなというふうに思っております。はい、わかりました。はい、今回ですね、アシックスさんにご提供いただく形で川内さんのお話を皆さんにお届けできるっていうところでございまして、アシックスさんのブランドスローガンというものが今回ですね、新しく設定されまして、サウンドマインドサウンドボディという、まあそれに合わせてサンライズレッドっていう、まさに日が昇るようなカラーですね、に統一されたシューズが、アパレルもですね、展開されていて、まあそれのキャンペーンに合わせてこの動画をお届けするっていう形になるんですけれども、このサウンドマインドサウンドボディという言葉の意味、日本語で言うと健全な身体に健全な精神があれかしという意味を持っていまして、この言葉の語源が社名にもね、直結してるっていうぐらい意味のある言葉なんですね。で、この言葉をこのタイミングでアシックスさんが再び掲げるっていうことに、私個人的にはすごく大きな意味があるなというふうに思っておりまして、ランニングってどうしてもそのタイムとか順位であるとか、はい、距離であるとか、そういう数字を高めていくっていう楽しみ方にどうしても価値観が置かれますし、それはそれで素晴らしいことだと思うんですけれども、でそんな中にこう身を置かれている川内さんがランニングから得られるそのメンタル的な影響っていうものがどういうところにあるのかっていうようなことをちょっと聞いていきたいなというふうに思っております。まあ、やはりまあメンタル的なものと言いますと、うんうん、多くのみんなの方だと思うんですけど、はい、やっぱり走るとストレスが発散できるというか、はいはいはい、なんか気持ちがスッキリするというか、はい、仕事でこう、ああなんか疲れたなっていう時にちょっとこう走ると体がスッと軽くなるというか、心も軽くなってるから体も軽くなると思うんですけど、うん、あれ分からない、これ分からないとか思ったことが、こういうアイデアもあるなみたいな感じで、本当ひらめきますよね。そうなんですよね、うん、やっぱランニングするっていうことは、はい、なんか脳が活性化するっていう話も聞いたことありますし、うんうんうん、すごく心とか精神面になんとかいい影響を与えるっていうのがあるのかなっていうふうに思ってます。なんかその普段は自分との戦いっていうところに重きを置かれてると思うんですけど、はい、そんな川内さんでもランニングからそういうそのアイデアが生まれたりとか、はい、すっきりしたりとか、はい、そういう影響って感じられるんですか？自分との戦いをやってるのはあくまでもポイント練習とかレースだけであって、私の場合にはポイント練習とかレースって週に2回しかないですから、はい、残りの5日間はジョギング、はい、ジョギングっていうのはまあ自分のペースで、私の場合には楽しく走るだけですので、はい、知らない地域に遠征に行って、うんうん、そこでまあジョギングをするとか、はい、そんな感じなので、やっぱそうした時ってもう心がすごく、これがあの有名なあの観光名所か、ああこんなところになんか面白い祠があったとか、なるほど、建物があったとか、はい、カメラ持ちながらとか、スマホ持ちながら走ってますから、はいはいはい、写真でも撮りながら走るかなみたいな感じで、カメランですけど、いやー、はい、カメランって言うんですね。カメラン初めて聞きました。カメランって言うんですね。はい、それ見返した時にも、その走ってる時の光景も一緒に蘇ってきて、はい、あなんかそういえばこういう気持ちで走れたなとか、はい、すごい走りやすかったなとか、いやちょっと坂がきつかったなとか、そんなことまで1枚の写真から思い出せるのでなるほど、車で回って写真撮っただけっていうことよりも、やっぱり自分自身の足こう走っているから過去の思いを思い出せるような、心に与えるような影響っていうのも、そのランニングと旅っていうものの相性としてあるのかな。そうですね、写真と記憶が結びつきやすいっていうところありますよね、走っているとね、はい、これぐらいのトップアスリートでもそういう楽しみ方をしているっていうのは、ちょっと私的には衝撃でございました。まあ、ちょっと私、はい、他の突破生と違う感じですので、まあ、そういう面では、まあ、やっぱり市民ランナーなので。そうですね。はい、ありがとうございます。川内優輝選手といえば、私のイメージでは、レースに出まくって、はい、そこでモチベーションを上げたり、それをトレーニングにしているっていう、はい、そういう印象があるんですけれども、はい、昨年、こういうコロナの影響で、なかなかレースに出られなかったかなというふうに思っているんですけれども、はい、そうした中で、川内選手のそのモチベーションっていうものは、どういうところにあったんですか？今以上に緊急事態宣言が厳しかった時には、うん、その本当にモチベーション的に保つのは厳しかったんですけれど、はい、移動の自粛が解除になってからは、うん、まあ、レースはなかったんですけれど、うんうん、まあ、合宿を頻繁に入れていきましたので、まあ、私の場合にはそのやはりレースで調整していかないとっていうのがあったんですけれど、はい、ただ合宿を始めたら、うん、やっぱり知らない景色の、うん、知らない土地で走ってると、うん、まあ、楽しい気持ちになってきて、なんかレースには出てないけど、
ここで合宿で景色を変えて、はい、あの頃ってやっぱりちょっと街中とか走ってても気をつけながらってのがあったんですけれど、はい、やっぱそういうところに行くと、もちろんその滞在先では気をつけてるんですけれど、ランニングしてる時には何しろ周りに人がいないので、はい、自由な気持ちで走ってるっていうような、そういう楽しさがあったので、そうか、レースがなくてもこういう形で走る場所、はい、地域を変えれば、うん、まあ、これだけ心はやっぱり豊かになるし、うん、やはり同じところに縮こまってるんじゃなくて、自分の足でいろんなところを走るっていうことはストレスを発散させるんだなっていうことは思ってました。川内選手のメンタルにおいても結構ランニングはそういうポジティブな影響を与えられてたっていう、そんな昨年だったわけですね。そうですね。これだけでもレースに出られなかった期間ってないですよね。そうですね。私の場合には年間30本から40本走ってましたから、ほぼ毎週ほぼ毎週ですよね。はい、出てたのが、あの3月の琵琶湖毎日マラソンから9月のトラックレースまで6ヶ月ぐらいレース出れませんでしたので、はい、あの一時期土日で違うレース出てたりとかってありましたよね。よくやってましたね。でも逆にトラックレースに参加し始めてからは結構頻繁にいろんなレースを探して、はいはい、今までは結構招待選手とかゲストランナーのレースばかりだったんですけれど、うん、はい、もう一般参加でもう 800m からぐるぐる公園を回るようなフルマラソンまであのもう全部一般参加でいろいろ申し込んだので、はい、そうした意味ではそんなにまだ活躍しない頃にお金と予算と相談しながらどこのレース出ようかなって言った時のような気持ちで、あのいろんなレースを探す楽しみっていうのはあったかなと。なるほど。このレースに出られない期間で走ることに対して考え方って変わったりしましたか？それとも変わらなかったのか？変わりましたね。今までもその大会を走れるってことは楽しいことだし、はい、すごい嬉しいことだし、うん、ありがたいことだなっていうふうに思っていたんですけれど、うん、やっぱり半年近く全くレースが出れないというような状況の中で、うん、はいはい、やっぱりレースに出れるっていうことは普通じゃなくて、いろんな人の支えとか協力があって出れていたと。大会に対する感謝の気持ちっていうのが他の選手もすごく、あのいつもこの状況の中で感謝していただきありがとうございますっていう人も多いですけど、はいはいはい、まさしく私ももうそういうような気持ちに変わりました。なるほど。なんかその主催者に対する思いって結構以前から川内さんよく発信されてたなという印象が勝手ながらあるんですけど、はい、全然有名ではない大会に参加されたりとか、はい、偏僻な地域のレースにあえて出たりとかってされてたじゃないですか、はい、その辺ってどんな意図があってこれまでやられてたんですか？一つはあの自分自身旅行が好きですので、なるほど、旅を兼ねてやっぱ旅好きっていうことは、はい、そういう人があまり行かないような島であったりとか、はい、山奥であったりとか、うん、やっぱそういうところで知らない景色を知るっていうのがもう一番の楽しみでしたので、まあ、それを叶えていたっていう部分はあるんですけれど、うんうんうん、ただやはりあの実績を残して、はい、まあ、有名になるにつれてもう一つ意味がありまして、はい、有名な選手とかになってくると、はい、大きな大会とか、うん、あと予算的に大きい大会しか行かない、うん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 、でもそういう小さい大会のところに、はい、そこそこ名前が知られて、はい、私いやそうですよね、川内さんなんて来られたらニュースになりますからね、はい、それでそうやってあの地域の方が、はい、あ、うん、日本代表とかを務めてる選手が来てくれるんだとか、うんうん、それでその走りを見て、あ、こういう走りが本当の生の走りなのかと思ってくれたりとか、うん、あとまあ講演会とかを通じて、うん、まあ、自分自身の経験をそういう地域で伝えるっていう活動、はい、まあ、そういうことがやっぱり楽しいなと思ってすごいですよね。そういう視点で走ってる実業団選手とかプロアスリートってなかなかお見かけしないかなという印象があるので、なんか新鮮ですし、市民ランナーからとってもすごく共感が生みやすいというか持ちやすい部分なのかなと思います。今回ちょっと話から言いますけど、1月31日ちょうどね先日終わったばかりのタイミングでこれ撮影させていただいてるんですけども、はい、大阪国際女子マラソンのペースメーカーされたかなと思います、はい、であれ私テレビで見ててももうほんと最後の37キロから41キロ2キロぐらいまで涙をほんとこらえながら見てたっていう感じなんですけど、すごく不思議な、なんですかね、感情になって、はい、本来自分自身のことだけを考えてればいいトップアスリートが誰かのためにあれだけこう声を張り上げて、あれだけ真剣に自分の時間と体を使われてるっていうのを、なぜかそれを見ててすごく美しくて涙が出そうになったんですけど、あれを体験されて川内さんって考えだったり刺激だったりとかありましたか？いや、もうすごくいろんな刺激を受けまして、うん、まあ、やはり元々私は、まあ、男子マラソンとか市民マラソン中心だったので、はいはい、エリートの女子マラソンっていうのがどういう雰囲気で行われてるかっていうことを知らなかったんですけれど、なるほど、完全にそのレースを走ってたわけですので、はい、どっちも走ってみないとわからない体験だと思うので、今回その応援がなくて、はい、観客無観客で行われたじゃないですか、はいはい、そのあたりって選手に対してのモチベーションとかなんか影響ありましたかね？いや、 やっぱり応援の声っていうのはすごく大事だなというふうには思いましたね、うんうんうん、確かにその監督さんチームスタッフの応援というのはあったんですけど、はい、マラソンっていうのは、うん、もう全く話したこともない
会ったこともない、そんな人が、もう自分のことのように、そうですね。頑張れって応援してくれる。応援っていうのはしかも一人じゃなくて、何十人、何百人、何千人、倍率何万人がそんな声をかけてくれる。はいはいはい。マラソンの醍醐味と比べると、こう壁が並んでるだけという、あのボランティアの人がいるだけっていうのは、普段の大会とは、まあ全然違う、あの光景だったかなっていうふうに思います。なるほどですね。まあ今の時代だとちょっと難しいかもしれないですけれども、コロナが収束して、レースが行われるようになった場合、はい、今年から例えば走り始めた方なんかも、そういうレースに出てみると全然知らない人が応援してくれて、それですごい喜びを感じられたりとか充足感を得られたりもすると思うので、今年から始めたばかりっていう方もね、あのそういうレースが行われるようになったら出てみると、これもランニングの一つの醍醐味だったりすると思うので、ぜひねチャレンジしてもらえればなというふうに思ったりしますね。今ちょうどあのこちらにシューズが並んでるので、せっかくなのでこのあたりの話もできればと思うんですけれども、川内さん、そのゲルカヤノは昔からもよく履かれているっていう話は聞いたんですけど、最近だとノバブラストもよく履かれるっていう話をさっき聞きまして、私個人的にはノバブラスト川内さん履かれるイメージなんとなくなかったんで、どんなふうにこう履き分けられてるのかなっていうところちょっと教えていただけます。妻がノバブラストすごい気に入りまして、そうなんですね。それで、履いてるうちになんか私も履くようになってきたんですけど、今使い分けとしては、ゲルカヤノはクッション性がありますので、疲れを抜くためのジョギングみたいな時、どちらかというとペースがちょっと遅めの時とか、コース的に疲れが溜まりそうだなっていう時には、アップダウンがあったりとか、そうですね、履くんですけど、ノバブラストどちらかというと、それよりももうちょっと気持ちよく短い時間でジョギングを、ゲルカヤノ履くとくよりは、速いリズムでやりたい時とか、そういう時にやっぱりそのノバブラスト履くと結構弾むので、なんかポンポンポンとこう行けて、なんか気持ちいいうちにジョギングが終わるので、なるほどなるほど、ペースが速い時と少しペースが遅めの時っていうので主に使い分けて、なるほど。私も個人的にノバブラスト履いて朝ランするとすごいいつも以上にペース上がっちゃうんで、自制しながら走らないと思ったトレーニングとはまた違う効果になってしまうっていうのがすごい、そこはありますよね。感じたりします。楽しかったりしますもんね。ノバブラスト履いてると、そう早くなっちゃうんで、川内さんもねそういう風に使われてるんだなっていうのは親近感が湧きました。ありがとうございます。本当は聞きたいこともたくさんあるんですけど、ちょっと時間の関係上これ以上聞けないので、大変残念なんですけど、よかったらこれをご覧の市民ランナーの方たちに、今なかなかこうランニングに対してのモチベーションが湧かないとか、閉塞感の中から精神的に辛い方っていう方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方たちに対してメッセージを一ついただいてもいいですか。今本当になかなか公道のレースが行われず、厳しい状況が続いていて、いろんな不安があると思うんですけど、ただランニングというのは、一人でもある意味できることであって、去年の時期ですと、その走ってることに対していろいろな賛否両論あったと思うんですけれど、ただ今は一人で周りの人に配慮しながらやっているっていうところではあまり問題がないというふうになっていますので、だからこそランニング、周りの人があまりいないところ、逆に言えば自然豊かなところに大自然の中を走るとか、そういう形で自分自身の精神的な健康とか体力的な健康とか、どちらにも知るのがやはりランニングだと思いますし、自分自身を守り高めるものがランニングだというふうに思いますので、普段もしかしたら都市部に住んでいる人は人目を気にしながらマスクをして大変な思いしながらやってるかもしれないですけれど、感染対策しながら人のいないところに行ってマスクも外して誰もいないところで気持ちよく走るっていうのも、その違ったランニングの楽しさっていうのが分かると思いますので、日常のランニングとそういう非日常のランニング、そういうものを使い分けながら自分自身の健康と体力、こんなコロナ禍だからこそ守ってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。今日はね、川内さんのサウンドマインドサウンドボディなストーリーをちょっと中心にお話伺わせていただいたんですけれども、この動画がランナーの方たちにとってモチベーションアップにつながればなと思っております。ぜひ大変な世の中だと思いますけれどもね、心身の健康のためにも走っていただけたらと思っております。コメントの方でもサウンドマインドサウンドボディ的ストーリー募集してます。もしかしたら川内さんも見ていただけるかもしれないので、ぜひぜひコメントの方のお寄せいただければと思います。シューズの詳細に関しては概要欄にも貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。川内さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。